エーベルカタログ、エーベルカタログは銀河団のカタログの一つであり、より正式な名称は、である。交渉の赤方変異が、Z イコール0.2までの前転のリッチな空間密度が高い詳細な定義は、後日4073個の銀団を含む。このカタログは、ジョージ・エーベルによる1958年のオリジナルの北天サーベイによる2712個の 銀河団カタログに初期のサーベイで実施されていなかった難点の分についての1989年の難点サーベイで新たに採集された1361個の銀河団を補足したものである。2712個のリッチな銀河団についてのオリジナルのカタログは当時カリフォルニア工科大学で学んでいたジョージ・エイベルにより1958年に出版された。このカタログは エイベルの博士論文の一部をなし、エイベルが主だった観測者の一人であった、パロマー天文台スカイサーベイで得られた、コダック 103AE 写真看板上の像を、肉眼で精査するとによって作成されたものである。もう一人の主だった観測者であった、アルバート・ジョージ・ウィルソンは、看板が出来上がるたびに、それをルーチン的に精査すること、サーベイの初期の段階で、エイベルをアシストしている。 サーベイの完了後、エイベルは、再度写真看板のさらに精密な精査を実施している。どちらの場合も、精査は3.5倍の拡大レンズを用いて行われた。カタログへの掲載基準として、各銀河団は次の基準を満たすこととした。出版されたオリジナルのカタログでは、銀河団は、設計の標準にリストされていた。赤道座標は、 1885年文典の元木について銀河座標は1900年版についての値が与えられている。各銀河団については次の値も添えられている。1958年版カタログのカバレージはオリジナルのポースの限界のため赤い27度までであった。これや他の欠点を是正するためオリジナルのカタログは後で見直しと オリジナルのカタログでは除外されていた南天の部分リッチな銀河団の追加のカタログである南天サーベイによる補定を行われた。南天サーベイはエーベルのオリジナルの北天サーベイ百3 6 1のリッチな銀河団を付け加えた。このサーベイではサザンスカイサーベイの新宇宙を撮影した E や J パ板が使用された。これらの写真は年代に サイリング・スプリング・天文問題の1.2メートル、シュミット式望遠鏡を用いて撮影されたものである。エイベルはこのサーベイをエディンバラで過ごした1年のサバティカルの間に着手した。彼はそこでエディンバラ大学のハロルド・コー・ウィンの助力を得ることができた。コー・ウィンはこのカタログに1981年まで取り組むことになった。1981年時点でサーベイの 約半分が終了していた。難点サーベイについての暫定論文が1983年に開催されたあるシンポジウムで発表されたが、これはエーベルの死の約1ヶ月前のことであった。その後カタログはオクラホマ大学のロナルド・オロウィンによって完成され、1989年に出版された。エーベルとコーウィンはエディンバラ王立天文台。 に保存されていたオリジナルの看板を用いて3倍の拡大鏡で肉眼で精査した一方オロウィンは高品質のフィルムコピーを用いて7倍の拡大鏡による肉眼での精査とデジタイザーによる自動操作を行ったエイベルの北天サーベイでの採用基準は踏襲されエイベルのリッチネスと距離に関する分類法も従前のままであったただし 距離分類は今度は等級ではなく赤型変異で定義されることになった。銀河団の採用基準は以前と同様ではあるが、今回は最低30の明るい銀河を含めば採用することとした。これはこの基準であれば本当にリッチな銀河団を誤って除外する可能性を排除できると評価されたからである。難点サーベイでは エイベルがオリジナルのカタログのために考案した命名方法も維持された。番号は2713から4076が割り振られた。赤道座標は1950年分点と2000年分点について与えられているが、銀河座標は1950年分点の赤道座標から計算されたものである。エイベルのオリジナルのカタログは1989年の論文で発表された。 論文はこれ以外に、エイベルホイカタログとして、難点サーベイの内距離とリッチネスが本カタログの採用基準に満たない1174の銀河団のカタログを含む。エイベル銀河団の名称の標準フォーマットは、X を1から4076までの数字として、エイベル X の形式である。これに代わるフォーマットとして、アブクグ百五十六、a c 百五十六 ACO1656, A1656, および A1656 といった記法がある。エイベル自身は最後の方法を好んだが、最近では a c o 1 6 5 6がプロの天文学者の間で好まれるようになっており、もうこの形式の使用を勧告している。エイベルカタログは次のような興味深い銀河団を含む赤型変異が、 Z0.1 のエーベル銀河団のうち約10%は新生のリッチな銀河団ではなくもっと希薄な複数の銀河団が重なって一つの銀河団と見えているものと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。